はい、どうも皆さんこんにちは。今回も自己紹介やっていきたいと思います。今回はね、先にね、あの出来上がる前にちょっと注意事項をちょっと言っときたいんですけど、このデッキね、ほんとクソゲーなんですよ。クソゲー、正確に7割なので、ね、ランク戦とかね、ああいうところで使わない方がいいと思います。あの気心を知れたクレード対戦とかね、あのぐらいにしといていただきたい。できればマジで外役だから、まあ、ほんとスタバとかより全然外役かなというふうに思いますので、ちょっとね、あの嫌われますから、なんか使う場面は TPO に合わせてやっていきたいと、まあ、やっていただきたいと思います。デッキ面、これこれクソゲーの極み、こちらです。なんでかっていうと、クソゲーオブクソゲーでクソゲーの極みなんですよ。あのね、これか、あのトレーナーで追加されたネオダイダロス、まあクソゲーの、あの極みなんですよね、この人はね。こいつの効果はダイダロス1体、自分フィールド上のダイダロス1体をリリースした場合に特殊召喚ができますと。で、やばいのが、フィールド、自分フィールド上の海1枚、海カードを1枚墓地へ送ると、このカード以外のお互いの手札、およびフィールド上のカードを全て墓地へ送ります。これやばいでしょ。頭おかしいでしょ、これ。手札もだからね、あの、ダイダロスはフィールド上のカードだったじゃないですか。手札も送りますから、要するに自分のフィールドと相手のフィールドと手札全部合わせてこいつ1体になるんですよ、この効果を発動した場合。これぞクソゲーですよね。これをね、使って一応いきます、ね、で、なんだダイダロス、はちなみにこれ、なんだっけ、三つ星国で、あの好きな三つ星国で、ハゲのね、ダブルハゲの、ダブルハゲの三つ星国で出します。2000払って、まあ、これ修正入るから3000なんだけど、そのうちライブポイントをまあ2000および3000払ってターン終了時までモンスターのレベルで下げますよと。で、ダイダロス出しますよと。でダイダロス出したらネオダイダロスを、特殊召喚します。リリースしてダイダロスと。で、海はこれアトランティス、ストレーダー追加されてアトランティスもこれ一応海カードなんで、海カード扱いなので、これをリリースして相手の、まあ、お互いのか、手札およびフィールド上のカードを、墓地置くという感じですね。ちなみにね、もしかしたらね、対戦中ではね、ちょっとアトランティスのトレーダー効果が間に合ってなくて海になってるかもしれないんですけど、あの別に海でも大丈夫ですけど、あのカード自体、あのこいつもアトランティスでも海でもどっちでもいいです。これをね、あの使っていっていただければというふうに思います。で、今言ったようにダイダロスとネオダイダロスと、あとこの伝説の都アトランティスっていう3枚を手札に集めるソリティアなんですよ。なんですよ。なのでこれを揃えるために手札に、一応手札、デッキ圧縮とあドロー加速のカードを積んでまして、まずこの水晶の占い師、これはリバースで、デッキトップを2枚、見て、そのうち1枚手札に加えて1枚デッキの下に戻しますよというカードですね。これで一応コンボパーツ揃えていく。さらにサンダードラゴン、これはね、デッキ圧縮プラス、手札を増やす。で手札を増やしたらどうするかっていうと、これ、浮き出る小槌、これでね、増やした手札を使って、いらねえカードをデッキに戻して、戻した枚数分引くと、これでね、あの手札の入れ替えを行っていくという感じですね。で、今言ったようにアトランティスは海カードとして扱う。ちなみにですね、あのこのカードの効果は、海と同じで水属性モンスターの攻撃力と守備力が200までアップするというのと、あとね、このカードがフィールド上に存在する限り、お互いのですけど、お互いの手札フィールドの水属性モンスターのレベルが1個下がるということで、一応ね、これ発動するとダイダロスとかレベル6個だったりするんで、もしかしたらワンチャンですけど、水晶の占い師とかをリリースしてダイダロスを出すこともあのできますね。最悪、ライフポイントが足りないとかいう時にあんまりないと思うけど、まあ一応これでアートランティス入れてますね。まあ、海でもこれは別にいいです。で、あとはライフポイント回復用に、スプレマシベリーと、あとこのマッドデラックスを、まあ、入れてるということですね。さっきも言ったように非常にクソゲーですんで、クソゲーオブクソゲーですんで、あの使うところはね、ぜひね、あの皆さんちゃんと TPO に合わせてね、あの空気を読んで使っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。それでは早速外役デッキをデュエルルームの皆さんにお見舞いしていきたいと思いますので、早速出ていきましょう。どうぞ。よーし、じゃあクソゲーの極みを皆さんにご覧いただきたいと。ちょっと待って、揃ってんだけど、揃って行こうか、別の時刻が。これ、ほんとごめんなさい。これ、これ揃っちゃったんで行きます。
これ一応動画のためにダイナロス召喚、ネオダイナロス特殊召喚ちょっとほんとごめんなさい、これ動画のためなんで許してください。海効果発動でですね、効果発動して海リリースマジでごめんなさい、これです。これがクソゲー、 This is クソゲー、クソゲーオブクソゲー、あーこれクソゲーすぎでしょこれマジでドロー、これやばい、出た。ですね、で効果発動しましょう、これマジやばいでしょ。あでもあちなみにデッキ紹介の時はね、もしかしたらアトランティス3枚になってるかもしれないですけど、もしかしたらねカード取れたの効果間に合ってれば。でスキル発動、今現状まだねアトランティス2枚なんで、まだ海1枚入れてますね。でサンダードラゴン召喚、いけバトルだダイエットダック、あ通るちょっとやばい、マジでごめんなさい、本当にごめんなさい。お主が勝つことは 100% 不可能だ、行くぞダイレクトダックちょっとクソゲーすぎだろマジで、これマジでないわ。いやーこれほんとやばかった、1戦目がマジでやばくて、ほんと先行ネオダイダロスっていうマジでクソゲー中のクソゲー見せちゃったから、とりあえず占い師セットして、でもこれ大変ですね、これも今の占い師がネオダイダロスだったら先行クソゲー始まりますからね、これマジでやばいでしょこれ。あーカードセット、はい、なるほどですね。おとちょっとドロー、こどちか、一応俺リバースして、ネオダイナロスがいればもうちょっとネオダイナロス、あ来た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 来ちゃった。ですね、スキル発動します、水の消毒だ、けダイナロス召喚、まあ、チェーンがあるかどうかですね、これに高校とかあるとこれにチェーンがあるから、これにチェーンが、あ銀幕ミラーボール、はいはい、なるほどね。でリリースして、でネオダイタロスを特殊召喚で、さあどうする、なんかあるか、悪魔のささやき、あーなんかあれか、墓地食わすやつか、はい、でダイタロス戻す意味ないけどねそれやったってことで、結局あネクロフィアね、ウィジャマンとかですかね、もしかしたらね。で、海効果発動します。で効果発動だ、いけネオダイタロスクソゲームですよねバトル、いけダイレクトタックよしとるちょっとダイエット、これマジでクソゲーじゃない、やばいでしょこれ、クソゲームいいでしょこれ、ビジョバン、はいビジョバンですね、なるほどなるほど、これでカードセット、なるほどですね、あれがエネコンとかあの辺だとめんどくさいんだけど、ゾロダイトルですね、まあ、バトルですよね、いきましょう、ダイレクトタック、どれ金幕、よし削り切るクソゲーすぎるわマジで、このデッキ、いやほんとこのデッキクソだわマジで、ほんとにクソマジでね、ほんとこれ使うときはマジでほんと相手選んでくださいね、 TPO と、まあ一応まあ水晶の裏にセットして、でまあターンエンドですね、一応小土地来てるので、でしかもネオダイダースも来てるから、あとはダイダロスと海関係のあのカード引くだけという感じですね。はい、カードセット、カードセット。どうしようか。ゾローだ。あ、こっちか。まあ一応占い師リバースして、でこれでダイダロスゲット。ネオダイダロスいらない。ダイダロスゲットしましょう。でですね、ここでうちでのこづち使いましょうか。こづち使ってこづちとベリーを戻しましょう。でこづちとベリーで海関係のカード引きたい。海関係のカード引きたい、海かアトランティス、現状だと、ああ来ない、もう一回小槌使おう小槌使ってベリーを戻そう、これでですね、頼む海来てくれ、海関係アトランティスとか、あー来ない来ないか、あーまあ寿司のねセットして、でですね、これターンエンドですね、とりあえず、まずいな、これで水晶の占い師を2100兆のやつで殴られる とスキルが使えなくなるんで、もうそれきついんですけど、はい、なるほどですね、あ召喚師、はいはい、なるほど、でそれ殴られる、はい、1100食らう、
なるほど、龍一。いやー頼む、海関係。あーネオタです、やばい。いやー、ここでウルライシーリバース頼む頼む、このデッキトップ、俺に勝って、このデッキトップきたー、オッケークソゲーを見せちゃう、お前に行くぞ、ミスボイ彫刻だ、行け、ダイダロスを召喚だ。そして特殊召喚ネオダイダロス、行けー、はぁ。そしてアトランティス効果発動だ。そしてネオダイダロスを、あーっとマジっすかファイトマジックバトルしかねえな。いけ、殴れるか、あ、殴れるけど、いや、絶対100なんだよな。やべえ、マジか、ちょっとそれ予想してなかった、やばい。ちょっと随所の占い師が攻撃として残ってんだけど、はい、リンゴ、はいはい、なるほどね。はい、なんかリーシューがあって、どっちにしてもこれ結局多分これ水晶の占い師殴られて終わるな、これマジックジャマー辛いわ。確かにね、あのマジックジャマーの高校とかだった場合はそれがきついですね、天罰とか、あとっていうだからクロスとかね。もうダメだ、もうダメだ、やられた、これめったられた。あのあれなんですよ、あの先行ネオダイダラしかできればもう やばいんだけど、クソゲーになるんだけど、高校だと天罰とかマジックジャマとかマジックドレインとかああいうのがあるんで、はい、ターンエンド、あ、ターンエンドか、あとクソクロスオーダーね、ドロー、ダイダース、もうやることねえわ、ターンエンドだもんこれ、やることねえもん、ターンエンド、そうですね、これがね、これがまあクソゲーの封じ方、天罰とかマジックジャマとかね積むと、あのクソゲーを封じることができるという感じですかね。それ以外はクソゲーに持ち込まれますよ、基本的には。だからね、ほんとね、これはね、TPO 選んで使った方がいいと思う、このデッキはね。ほんとにクソだから。ジョノシファイヤー。